アナキン。ね。いやー、ダークサイドに落ちてしまうのか君は。ねえ。ダークサイドに落ちちゃうのか泣きんよ。落ちてしまうんかジェダイもよう見とる。なんだそれ、面白いな、それ。ネタバレかな。いや、もう、今更じゃん、これね。何そのスター・ウォーズのネタバレとか今更じゃない。今更でしょ。スター・ウォーズを見てない人いるからね。うん、いるからね。そうだよ。あれ、アナキン・スカイウォーカーがさ、 C3PO を作ったんだっけか、だったっけか。わかんない、もうさ、シリーズいっぱいありすぎてさ、たまにわかんなくなるよね。あ、そうだったっけ。そうだったね。ネタバレく、いや、別にアナキンがさ、C3P を作ったぐらいいいじゃないか。だから子供の頃に作ったんだよね、C3P をね。そう。そうだよ。で、なんか、あのね、クワイガンって人になんか選ばれし者。なんか、なんだっけ、なんかバランスがいいみたいな感じに言われて、なんかバランスを持ってこれるみたいな感じに言われて、なんかジェダイになったんだよ。ジェダイの騎士になったんだよね。そう。そうだよ。まあでもなんか、あの、誘惑に負けてしまって、ダークサイドに落ちちゃうんだよね、最終的にね。そう。で、ダースベイダーになったんだよね。そう。なんかさ、すごいさ、全部言っちゃった全部言っちゃった違う、みんな、じゃあ聞いて。あ、てへぺろあ、てへぺろ、ごめん、だ今さらじゃん、スターウォーズだって何年前の映画なのよ。ごめんね、ほんとに。